キャスト映ってもらう。はい、おはようございます。10時の鐘が鳴りました。坊主カフェのお時間です。はい、本日沖縄は24度。私実は初めて知りました。局のですね、この時計のところに温度計がついてますね、はい、そうです前からありました、ね、そう言われればあった気もして、今しみじみと見て、あー24度、はいはい、はい、みたいな。暖房はついてないんですね。暖房ついてないで沖縄24度です。なんか先ほどね、スタッフの名言と喋ってたら北海道は昨日ですか、昨日ねマイナス11度とかの前、最高でもマイナス4度だったというお話をしておりましたが、沖縄は24度です。はい、ということで、今日も坊主カフェ始まります。はい、この時間ですね、坊主カフェと言いまして、沖縄のこと、仏教のこと、お寺のこと、お坊さんのこと、などなどいろいろとお話をさせていただく1時間の番組となっております。はい、そしてですね、今お話をさせていただいておりますのが、宜野湾市は普天間にあります、神宮寺という、真言宗のお寺の住職をさせていただいております、金城良慶と言います。皆さんおはようございます。はい、どうぞ。はい、FM宜野湾スタッフの今西です。はい、めぐ、改めておはようございます。はい、おはようございます。今日はちょっと曇りですかね。ちょっと曇りですけど、これからちょっと晴れていくみたいですよ。今日晴れるんですね。あ、はい、いいですね。なんかね、ほら東京はね、大雪になって、なんか朝もね、ずっとニュース見てたんですけど、大変ですね。そうですね。なんか昨日は、なんだっけ、首都高が事故でなんか8時間ぐらい、はい、もう高速道路から降りれなかった人がいた。大変ですよ、ね、8時間だよ、ね、車の中缶詰で、ね、食料とかね、大丈夫だったんですかね。なんか、いや、なんかみんな なくて大変だけど、どうにかこうにかっていう話もしてたからね。まあ、とりあえず見てる感じ、なんかほら亡くなった人とかね、はい、なんかそういうなんかことにはなってないから、まあまあ ね、まあ、ね、とりあえずまあまあ良かったんですけどね。まあ沖縄では考えられない。考えられないです、はい、雪ってね。いやいや、怖いですね。はい、まあ、ということですが、まあ、沖縄24度です、はい、ということで、ね、これからね、坊主カフェ始めていきたいと思いますが、この番組では皆様からの、コメントや、ご意見メッセージなどを募集をしております。はい、FM 宜野湾のホームページからこうコメントという欄があります。そちらにですね、こうコメントを書いていただくこともできます。また、メールでいただくこともできます。アドレスがですね、797@fmginowan.com となっております。またですね、ユーストリームでも同時配信をしておりますし、リスンラジオというね、これはアプリと言ったらいいんですかね、はい、でも、聞くことができます。そしてなんと、後日後で聞きたいなという方ね、後日には YouTube にもアップをする予定ですので、ね、聞き逃したという方、もしくはね、誰か知り合いとか家族とかね、聞かせたいという人は、まあ、いたらですけど、はい、YouTube でも、後で配信しますので、ご覧ください。ではですね、今週も元気にいっぱい、頑張っていきたいと思います。はい、ということで、
ね、先ほど、ね、雪という話も出ました。沖縄ではね、はい、ちょっと先週ね、先週、もう先々週か。先々週、はい、ね、雪が降ったということでしたけどね、まあ、そんなこんなで今日はちょっと雪の歌というのを集めてみましたので、まず1曲ご紹介したいと思います。ドリームズカムトゥルーで雪のクリスマスです。工事の現場がすごい水溜まります。こっち、はい、街中しょっちゅう降ってたけど、溶けちゃいますよね。そうね、まあ、まあ、積もっても本当に本当1センチ2センチぐらいじゃない。あ、お家にあった？実家にも雪かきとかないです。なあ、もうやったことない。
お坊さんのつぶやき。はい、お坊さんのつぶやきですが、その前に今日はね、もう朝からコメントもたくさんいただいております。はい、ありがとうございます。はい、らっちゃんさん、はい、たーい。はい、たーい。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、ききまるさん、はい、24度、うらやましい。ありがとうございます。今朝は雪かきでした。住職さんは、当時での修行中に雪かきなされましたか？当時はね、そこまで積もらないのでね、うん、ないですね。まあ、ちょっと雪かきまではない。そうですね、雪の、ね、ザクザクぐらいはサクサクぐらいかなの日はありましたけど ね、 そんなにはですね、大阪もない、大阪もそんなに積もるほどまではないですね、うん、大阪って山ってあるんですか？山ありますよ。 あるんですね、はい、やっぱこう北の方、北どこ、北の方、南の方もそうですけど、大阪の真ん中がこうね、はい、低くなってるだけで、あとは山に、あ、真ん中が低いんだ、はい、真ん中が低いだけですね。なるほどな。はい、と、キキマルさんが雪の金閣寺、はい、写真で見たことあるのですが、まあ美しいものですね。あ、そうね、京都はね、うん、そう、あの京都ドカッとは降らないから、はい、そのもうなんかいい塩梅の、うん、いい塩梅に降りますそうそうそう、だから当時もね、あの少し雪が降って軽くうっすら積もるぐらいのはやっぱり綺麗ですね、はい、うん、そんなイメージです、うんうん、やっぱりあの特にほらお寺だから、もう黒瓦じゃないですか、はい、沖縄の赤と違って、はい、あの黒瓦に白い雪が乗っかってるあのコントラストは絵になります。綺麗ですよ ね、 ね、いいですね。そうね、金閣寺もね、私も写真でしか見たことないんですけど綺麗ですよね、はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、お坊さんのつぶやきですが、はい、まあね、少し先週、先々週ぐらいですかね、はい、に、この沖縄県の仏教会というのがありまして、はい、まあ、いわゆるこの沖縄の、伝統仏教の、ね、うん、お寺さんが加盟しているこう団体があるんですけどね、はい、そこ の、 新年会と、新年会があったんです、はい、新年会というのがあるんですよ、まあ、お坊さんもするんですね。しますね、はい、でもうね、沖縄県のこの仏教会は、まあ、もちろんこの、ね、私は真言宗ですけど、はい、もう他のね、あの臨済宗という宗派だったり、はい、浄土真宗さんだったりね、いろんなこの宗派のこうお寺さんの集まりなわけですよ、はい、うん、で結構ね、私も、まあ、もう子供の頃からね、まあ、お父親だったり、はい、あとおじいちゃんだったりがもう、ね、この仏教会にずっと加盟してるんで、はい、違和感なかったんですけど、じゃあ実際に自分が大人になって、はい、こうその仏教会に入って、はい、で県外の人に聞いて知ったんですけど、宗派を超えての交流ってあんまないそうなんですよ。あ、他府県は。そうなんですね、はい、まあ、なくはないけど、そんなに、まあ、なんか挨拶するぐらいで、うん、それほどの交流はないよと。沖縄特殊なんですか。そうそうそう、一応ね、仏教会というのはあるけど、例えばこの行ってもこのその宗派さんごとにもうなんか席も分かれてたり、はい、まあ、一応みんなで決めはするけど、それほどって言ってて、へーと沖縄はそんなに、はい、あ、なんか俺は真言宗だ、お前は 何宗だから違うみたいなのは、まあ、もちろん意識としてはありますけど、うん、別にじゃあなんか敵とかそんなわけでは全くなくて、うん、一緒に、だからそうそう、特になんか私なんかね、この若手の、はい、子たちとか、私自身がもう下からまだ何番目なので、うん、ほとんどだから後輩を何か お願いしようと思ったらもう違う宗派の子もいっぱいいる、はいはいはい、そうそう、だから別にね、普通に、じゃあお願いみたいなやってると、ね、別に臨済宗の後輩でも、ね、他の宗派の後輩でも、後輩の人でも、うん、手伝ってもらわないと自分がこき使われるそう、そんなのもあってね、まあ、仲のいいこの沖縄県仏教会、はいはい、で今年も、まあ、毎年やってるんですけどね、今年も新年会、違う宗派が集まってね、そうそうそう、面白いですね、面白いですね、うん、で、まあ、今年もね、まあ、真言宗も来てましたし、あと日蓮宗という宗派からも、ね、来てましたね、あと浄土真宗さんも来てましたね、はい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 、それぐらいかな、まあ、沖縄そんなに全部ね、いろんな、ね、そんなにあるわけでもないです、ね、沖縄はね、曹洞宗と、はい、天台宗、はい、あと慈宗、はい、っていう、まあ、沖縄どちらかと国内で、はい、沖縄の中ではこの3つはないんですよ、うん、そうなんですね、真言、そうですね、真言臨済、
日蓮、浄土真宗、浄土宗、この辺はあるんですけどね、うん、そうそうそう、それでまあね、今回まあそういった宗派の人来てて、でまあ結局ね、なんかあれなんですよ、あの真言宗がなんかいつもね出席率が高くて、まあ、ほぼねもう9割ぐらい真言のメンバーでイベント好きですよね。そうそうそう、多分それも一番大きいキャラ、キャラが濃いでね、でも本当にあの思うのは、はい、あのまあね、みんな男しかいないんですけどね、はい、二層さんといわれる女の方はいらっしゃらないんですけど、はい、あのほら沖縄の男の人って、はい、結構あの口下手な人多いじゃないですか、うん、そんなにねワイワイする、ね、はいはい、あのなではない人多いんですけど、そうですね、よう喋るんですよよう喋るんですか、はい、全然も喋るまあね、私も、はい、人よりは喋る方だと思うんですけど、職業柄じゃないですか。そうそう、それも めちゃめちゃあると思います。みんなね、もうね、なんだろう、もうおばさんのように、ね、おばさんのようにネタが尽きない、こうどん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 こう次の話、次の話みたいになって、誰かがこうね話を、まあなんかこんな聞いたとか、はい、こんなになったったらもう全員が、え、それどういうことみたいな、なんか自分はこう、こう聞いたけどとか、え、これこうじゃないのみたいな、もうどんどんね面白いんですよ。面白い。で結構ね、もうあの年も本当に、上は70ぐらいの方から、うん、下は20代の子まで、はあ、もう本当にあの世代ももういろいろだし、へ、住んでるところもね、私みたいに中部から来てる人もいれば、はあ、あのこのもっと金とか名古屋からとか、もちろんあの那覇、あの南部の方から、もう本当にこのいろんな地域の人がこのいらっしゃって。で世代も違う、ね、そうそう、住んでるところ、活動してるところも違う、へ、宗派も違うって言って、はい、なかなかね、私としてはすごいこう刺激的な勉強になりますね。ですね、うん、どこに集まるんですか、場所的には。ね、まあ、普段はね那覇のお寺さんが集会所になってるんですけど、うん、まあ、こういう新年会の時はもう普通に、はい、あのどっか の, あのご飯屋さんを探してきて、そこでもみんな、ね、もう今回は食べるの食べながら、はい、なんか今年1年の話をしようっていう感じですかね。うん、で、まあ、なんか今年はあの新都心の方で、はい、そう集まってね、みんなでワイワイやって、いいですね。そうそう、でね、あの私のいとこが、はい、いるんですよ、はい、あのと小座の方でお寺やってるんですけど、はいはい、であの彼は、私の3つ上、はい、であの道場が一緒あの同期なんですよ、道場年は違うんですけどね、向こうが3つ年上なんですけど、はい、道場では同期なので、まあ、だからもうほぼ一緒にこうお坊さんになって、でずっと今に至っている。でもちろんいとこだから、あのもともとこうね交流もあるし、はい、そうそう、で、まあ、でね彼が面白くてね、なんかいろんなネタを持ってるんですよお坊さんなんですけど結構ねもう破天荒な人でなんかね、しょっちゅうこうどっか県外に行ったりしてるしね、そうそう、あ、今日は沖縄にいるんだみたいな今日はいるんだ、そうそうそう、なんかね、2、3日前もね、あのインスタかな見てたら、はい、どこだったかな、金沢にいた、あ、金沢、金沢で何をしてるかなと思うんですけど、へ、結構ね、ほんといろんなとこ、大阪もよく行くし、へ、東京、関東にも、もう東京とか、ね、そうそう、神奈川とか、うん、いろんなとこ行ってますね。何の仕事かお坊さんなんですけど、お坊さんの仕事で金沢って何だろうと思いながら、そう、なんかね、いつもでも本当いろんなネタをあの持ってる人なので、いろんな話して、そう、なんで君金沢に行ったのとか、もう聞く前にもうタイムオーバーみたいなネタがいっぱいですね。そうなんです、そんな面白い人もいるしね、なんだろう、あとはやっぱりね、あのこの宗派が違うって、はい、まあ、もちろん大体皆さんね、この自分の実家なので、うん、ね、親父やじいさんとか、はい、まあ、なんかおじさんがこうお寺をやっていて、はい、それでまあこう後継ぎましたとか、うん、いう感じだから、自分はやっぱりなんかいろんなこの仏教の勉強をして、はい、やっぱり真言宗がいいですっていう人も、はい、まあ、中にはいるんですけど、あ、まあ、まあ大体は世襲制なので、そうですね、継いできたものですね。だから、なんだろう、なんかこうお互いに相手の宗派を、はい、まあ、あの愛情を持ってですよ、け、はい、なすんですよ、あまあ所詮ね、なんとか宗はねみたいな、で私も、いや、真言宗が一番変だよみたいな言って、そうそう、お互いにこう、ね、自分の宗派をね、こう罵られるわけです、まあいい意味でね、
でもそれもね面白いんですよ。あのやっぱりなんていうんですかね、その宗派の中にだけいたら、うん、なんか自分の宗派 の, この長所とか短所って見えづらいじゃないですか、うん、やっぱりこの外の人の方が、まあ、よく見てる、よく見えてるというか、ね、そうですね、そうそう、だからそういうのをこう他の宗派の人に、あの、まあ、特徴というかね、真言宗ってこうだよねとか言われると、はい、あ、なるほどね、真言宗ってそんな風に見られてるんだ。あ、そうだから前にですね、これこの真言宗のお坊さん、こうイベントが好きとかね、はいはい、派手なことが好きって言ったのも、あれもあの葬儀屋さんで言われたんですよ。へえ、そうなんですか。もう本当に20年と言わないんですけどね、うん、もうすごい、私がまだ沖縄に戻ってきて、本当にもう初期の時に、はい、そう、あの、そう、お葬式の時に、このちょっとゆんたくの時間があったから、葬儀屋さんと喋ってて、はい、で、あの、神宮寺さんは真言ですよねって言われてから、そうですよ、うち真言ですよって言って、はい、で、そしたら、やっぱりなんか私のイメージですけど、真言のお坊さんって、なんかこう派手な人、うん、派手なのが好きな人、イベントとか、はい、そういうなんかすごいこう、積極的で、だからある意味葬儀屋さん、その葬儀屋さんからすれば、まあ、一番、付き合いやすいと、まあ、多分コミュニケーション力もあるということなんでしょうね。なんかあってもやっぱりこう積極的に、はい、あの動いてくれるのが、はい、真言のお坊さんな気がするって言ってたんで、あ、そうなんですねって、え、じゃあちなみに他の宗派は聞いてみたんですよ。そしたら、まあ、あの沖縄やっぱり、ね、真言宗とあの臨済宗っていう宗派がね、あの大多数を占めてて、まあ、今はあの、はい、浄土真宗さんもだいぶ増えてきたんですけど、はい、まあ、ほぼ真言と臨済と、まあ、その真宗さん、うん、まあ、この3宗派でほぼ多分沖縄の宗派の8割ぐらいはあるんじゃないですかね。で、じゃあ臨済はって聞いたら、はい、やっぱりあの臨済はこの禅宗って言って このね、あのやっぱりどちらかというと厳しい宗派なんで、やっぱり禅宗のお寺さんは、うん、なんかあの皆さん、あの、うん、この難しい話が上手、はあ、なるほど、難しい話をされてるんですね。そうそう、やっぱりこうね、筋をピシッとこう通し、でこうなんかやっぱりむず難しいとか、仏教のね、その哲学等をこうしっかりとこのお話ししたり、しっかりとこの伝えるのが上手。うん、あ、なるほど、じゃあ真宗さんはっつったら、真宗さんは一番なんか不思議ですよ。不思議キャラが濃いんですよ。あ、キャラが濃いんですか。あの真宗のお坊さん一人一人のキャラがすごい、もうみんなね、いろんな方向を向いていて、いろんな人がいる、そう、いろんな人がいるっていうのが、なんていうの、真宗さんの特徴。でも確かにそうやれば、そう、なんかみんなね、すごい個性的なんですよ。で、あのね、那覇の、あの信州のお寺さんで、すごい私も懇意にさせていただいてるんですけど、やっぱりもうその人とかもね、私のいくつ上、2つ上ですね、はい、2つ上の方なんですけどね、あの元々はこの方、金沢の方で、はい、から沖縄に、あの婿さんとして来てね、今沖縄でもうやっぱり10数年頑張ってらっしゃるんですけれど、やっぱりね、変人なんですよまあでもね、すごい一番なんか多分宗派を超えて沖縄のお寺さんで一番仲いいかなと思うんですよ、私はね。うーん、まあ、ね、変な人、まあね、不思議な感じです。あの毒を吐くんですよあ、でもね、あのすごいいい毒というか、毒というか辛口って言ったやつ、辛口、うん、あのやっぱりね、県外から来てるから、うん、沖縄のこの習慣とか、はい、沖縄の人のこの個性を、はい、あのよく見てる。あ、よく見えるんですね。そうそう、やっぱりね、ここは沖縄の人のいいとこだよね、はい、でもやっぱりこの辺はちょっと微妙みたいな、微妙だよね、もうダメって、確かにダメと思うでもね、やっぱり本当すごくよく見てて、あのでそれをはっきり言葉にするのも上手だし、うん、でやっぱりあと真宗さんは、あの私も本当そう思うんですけど、あのすごい勉強熱心な人が多くて、いろんなことの、あの、はい、なんだろう、勉強というか、なんか知識を豊富に持ってるって言うんですかね。なんか少しのちょっと、じゃあこれについてどう思いますかみたいに聞くと、もうすごい量の回答が返ってくるすげえ、すごいよくそんなに知ってるな、よく勉強してるな、そういう、こうキャラだって。うん、そうね、本当皆さんこうね、それぞれの、このキャラが立って、キャラがあって
大島。そういう方たちがこういっぱい集まるってね、はい、もうすごいことになってる。そうすごいです、面白いです。いろんな話があったこと。そうです、そうです。でね、本当今年なんかはまあまあ毎年もそうかな。でもやっぱり、ね、もちろん皆さん、まあ、仏教界っていうね、その宗教者の集まりですけど、はい、まあ、もちろん同時にこのお寺を経営してる、まあね、皆さん経営者、はい、ね、まあ、もちろん社会人なので、うん、なんか最近なんかあそこのお寺さんがこんな活動を始めたとか、うん、あそこが霊園を広げるらしいよとか、うん、とそういう話もあるんです。そういうのがちゃんとビジネスのビジネスというかね、はい、お話もして、だからみんなちゃんといろんなお寺さんを、はい、まあ、なんていうんだろ う、 こう気にしてるんだな、うん、で、まあ、皆さんね、自分のお寺もこう、まあ、よくしたいし、うん、ね、そのためにはね、他のお寺さんの動きもやっぱり知ってるのいいんだねとか思いながらね、みんな おっちゃんなのにそうそうそう。でね、面白いのが、はい、私が本当沖縄に帰ってきたのと20年ぐらい前は、はい、もうまだタバコが、うん、普通にほらレストランとかでもね、全然タバコ普通に喫煙 OK だったのが、はい、でだんだんこの分煙化になって、そうですね、でさらにもう今喫煙はもう、もう所定の場所でみたいな、はい、だからもうすごいなんか20年ぐらい前の時はなんか一人すごいタバコが嫌いな、うん、お坊さんがいて、はい、もうこの先、まあ、私からも先輩というかもう親ぐらいの、ね、はい、年の方なんですけど、もうこの方が来るとみんなタバコは吸えない、はい、で私は私も私ね、そう20年ぐらいは吸ってたんですけど、今はもう全然やめてるんですけど、はい、そうだからでタバコをやめてからは、うん、その先輩方が来ると楽なんですね。タバコみんな吸わないで空気も綺麗だし、そうそう、それがね、今回も誰も一人も吸ってるはずなのに、うん、みんな吸わないで、まあ、まあ外に吸いに行ってたんですが、時聞いたら、うん、そう、そんなのがあって、ああ時代も変わったなと。お寺さんでもみんな、ね、もうみんな 吸う人はね、ちゃんと配慮してくださいって言ってね。でもね、結構ね、そうそう、やっぱ道場なんかに行くと、うん、ちょ、道場はね、タバコ可の道場とタバコ不可の道場と、はい、まあ、それはその道場のところの先生の、はい、さじ加減なんですけどね。うん、そうだからね、結構道場行くとね、黙々してる道場なんかがあるんですよ。そんなですか。そうそう、もうなんかすごい、もう部屋中がもうなんか常にタバコで、わ、もう修行僧って時間がこのもう本当になんだろう、10分単位ぐらいで決まってるから、はい、忙しいですね。本当にもうこのスポットで、はい、やっぱそのタバコ吸う人は急いで駆け込んで吸って、はい、でまた戻れみたいな。それがみんななんですね。そう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 、みんなもう本当にグループで動いてるから一人一人のあれではないですからね。そうそう、そんなんでなんかお寺に行くと結構ね、タバコ臭いというか煙とかって結構あるんですけど、そう、沖縄もだからそうやってね、みんなお寺さんで集まると、はい、昔は集会場とかもね、全然灰皿があったんですけども、今はね撤去されて、これも時代の流れだね。まあいい、私はね、流れかなと。やっぱね、吸いたく、ね、嫌いな人とかね、苦手な人からすればね、タバコってね、きついじゃないですか。それもあるからね、もうまあそれはしゃあないかねと思いながらね、まあそんなことをいろんな考えながら、もう自分もそんな昔と今を振り返って、まだ若手ではあるんですけど、ただもう20年、そう、もう今年でね、私お坊さんってちょうど20年なので。あ、そうなんですね。はい、もう20年で、20年、この3月で20年、4月から21年目か、違うか、今19年目だから、そうですね、この4月で20年目に、はい、始まるっていう。神宮寺祭りも10年ですし。そうですね、半分ですね。ね、節目ですね。そうですね、そうね、私が、そうね、今日お坊さんになってちょうど10年目に始めたんですね。あ、そうなんですね。全然そんな計算したことなかったです。あ、すごい、いろいろ節目なんですね。いろいろ節目ですね、私。全然気がついてないですね。平成30年ですね。ね、そうですね、もうあっという間。30年ですね、はい、ということでね、そんなこう今年ちょっとね、沖縄県仏教会お坊さんの新年会にちょっと、はい、参加をしてきてね、のっていうお話をさせていただきました。はい、ということで、ここで CM ですね、一つ挟みたいと思います。
今知りたいウチナーの崇高。はい、続いてウチナーの崇高のコーナーですが、なんとですね、明日、はい、1月の24日水曜日が、はい、旧暦の、12月の8日になっておりまして、ね、旧の12月の8日といえば、ムーチーですね。あ、ムーチーの日ですね。ムーチーの日ですよ。はい、もう間もなく、間もなくというかもう明日ですね。はい、ということで今日はね、ちょっとムーチーをね、まあ沖縄のこの崇高ではないんですけどね、まあ、年中行事ですからね、ちょっとね、はい、ご紹介してみたいなと、ね、思っております。はい、あの私もね今回こう調べてへえと思ったことがね、はい、いくつかあったんですけど、まあまあ、まずあのムーチーですね、まあ、知ってる人も知らない人もね、特に県外の人はねムーチーあんまりね分かんないと思うんですけど、ね、はい、去年何と思いました。あ、そうか、そう、分かんなかった、ね、そうですよね。はい、あのまあこのムーチーというのはね、まあ、沖縄独特 の、 まあこの行事でして、はいはい、こ の、 あの旧暦、まあまあ、昔はね、12月の8日にこのお餅を、はい、あのね、まあ、みんな食べて健康を、こう祈願する、ね、というこの、ね、沖縄の行事があって、もともとの由来は、ね、そうそう、首里、はい、で那覇市、今のね首里のところからこう大里っていう、もう少しこう南の方、南部の方にこう引っ越した兄弟がいたのかな。でそこのお兄さんがなんか夜な夜なこう鬼に変身してこう人を襲っていたと。でこの妹がその変わり果てた兄の姿をこのどうにかしなきゃと。でこのお餅を作って、でその中にこの釘を入れて、釘、はい、でお兄さんに食べさせたと。怖い。そうそう、 で、まあ、で食べたお兄さんは、まあ、その釘入りだから、まあ、どっしり重いじゃないですか。でそれでこうもう身動き取れなくなったお兄さんをこう海から突き落として無事に鬼退治をした、っていうのがこのムーチーの始まりと。お兄さん、そうそう、なのであのムーチーって漢字で書いたら鬼の餅って書くんですよ。ああ、そうなんですか。そうそうそう、あれはそういう鬼退治をしたこのなんていうのかな、お話があって、それであのムーチーは、まあ、餅がね、なまってからムーチーですけど、漢字で書くときは鬼餅って書くんです。鬼餅なの。そうそう、鬼はなんでやったら、そういう鬼退治をしたっていう逸話から来てると。そうそうそう。それでね、あのこれで、ね、調べて分かったんですけど、はい、あのですね、この琉球国由来記っていう古い書物があって、うん、それが1713年にできたんですけど、まあ、今からちょうど100年ぐらい前ですね、はい、105年前かにできたこの書物に初めてこのムーチーのこういった、うん、そういったお話が、はい、逸話が出てくると、はい、でそこにはあの12月8日じゃなくて12月のカノエの日にこのムーチーを食べるっていう習慣があるって書いてあるんですけど、はい、このカノエっていうのはあの、十干十二支って言って、あのネウシトラウータリです、はいはいはい、あれはあの12匹 の、 この動物なので、これは十二支、はい、とあの実感といって、うん、あの土の絵とか土の音とか蚊の絵、蚊の音、水の絵、水のとか、とこう10個のまた暦があって、うん、はい、この 10個の実感と12匹の動物の十二支、うん、これを合わせて実感十二支といって、これであの暦を作ると60週で60年で一周するんですよ。あ、なるほど。そう、だから還暦はこの実感十二支が一周するのが60年なので、還暦というのは戻ってくる、そういう暦 の、 あの昔のこの読み方、うん、だからうんとですね、あのよくこの古い骨壺なんかを見たら、うん、この何年って書いてないんですよ。カノエの、カノエ、ウの年とか書いてあるんですよ。
そうすると狩野宇野都市はその1800何年と1800例えば10年と1870年とか60年に1回しかないから、まあ大体分かるわけですよ、いつの人なのかっていうのは。60年ね、やっぱりこの時代が違うから、そうそう読み間違えることがないわけですよ。だから今だったら、いや2018年ですって言えばパッと出てくるけど、あの頃はそんなね、はっきり暦もないから、皆さんそうなんですよ、実感12世全部書いてあって、今年はちなみに土の絵犬っていう年なんですけど、そうやって読むんですよ。でだからその狩野絵って言われても、まあ、これね、年にもあるし、日にも、毎日にも、今日も多分ね、1月23日も なんとか土の絵とか狩野絵とか書いてあるんですよ。でこれね、この琉球国由来記によると、このね、12月の狩野絵の日っていうんですけど、はい、昔はほら今みたいにカレンダーみんなのお家ないですから、はい、狩野絵っていつだよ、いつか分かんない、そうそうなるんですよね、はい、でもやっぱそのちゃんと琉球国来記には狩野絵の日って書いてあるっていうことは、これをあの深読みしていくと、もともとムーチーは庶民のこのお祭り、うん、行事ではなくて、うん、要はその侍とか、この王家の人とか、要はその暦を持ってる人、暦を読み解くことができる人たちのこの習慣だったんじゃないかと。で、まあ、そもそも首里の話だし、なるほど、首里城もね、そうそう、首里やっぱりね、その庶民よりはそういうあの侍の町ですから、ね、そういう人たちが住んでいたと、へえ、なるほどね、まあ、そこから、ね、こう、まあ、まあ大体昔の習慣ってね、庶民の人がやってきてだんだん王様がやるんではなくて、まあ、王様とかこう上の特権階級の人たちが、ね、はい、このなさってたのがだん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 裾野に広がっていくっていうのが、まあ大体沖縄の、はい、まあ、沖縄の習慣全般的にそうなので、やっぱりね、ムーチーももともとはそういう首里の士族の人とかがやっていたのが、だんだん庶民の人も見てから、おお、これはいいというかね、なるほど、これってじゃあ健康を、はい、あの祈願すればいいんだと、こうやってあのじゃあ自分の服を招くんだみたいなのでね、やっていたと。へえ、なるほどね、そういう読み方があるねと、確かに、まあ、そう言われるわと。なるほど、はい、というね、こう、ちなみにね、宮古や山にはないそうです。あ、そうなんですか、はい、本島沖縄本島とか、まあ、周辺の離島にあるらしいんですけど、とりあえず宮古や山にはないと。やっぱね、あの宮古八重山はあのもともと国違いますからね、沖縄本島がね、もちろんあの組み込まれてはいるんですけど、要は組み込まれてるわけで、はい、あのやっぱり昔はね、宮古は宮古、八重山は八重山っていうね、はい、その意識があるし、だから あれもないですよ、あとシーミーって4月にあるじゃないですか、シーミーも宮古ないですね。その代わりあの宮古なんかは特に宮古はシーミーあるのかな、宮古はなくて、あの16日って言って旧の1月の16日にお墓参りするんですよ、へえ、1月なんですね。そうそうそう、要は旧の1月16日はあの愚僧の正月って言って、あの世の正月、そうなんですね、そうそう、やっぱあの世の正月だから、はいはいはい、ね、みんなで、ね、この世であの世に一番近いのはお墓なので、お墓に行って皆さんで、まあ、要はあのお供え物したり、うん、お線香を焚いてみんなでご飯食べたり、へっていう感じでね、や結構ね、やっぱりこの本当沖縄みんなやってる習慣もあるんですけど、はい、そう、本当ではやってるけど八重山とか宮古にはないとか、ね、ちょっと違うんですね。そうそうそう、結構ね面白い、まあ、これやっぱね、島が違うから ね、やっぱ今みたいにね、あのね、ツイッターとかインスタで一気に拡散はしないですか。そうですね、首里でやってるよってね、そこから伝わるのに多分本当に何年とかかかってね、本当にだんだん沖縄本島で、沖縄本島全部でやって、それからやっと島にっていうね、う感じですから、なかなかね、ムーチーは、ね、海は越えなかったですね。そうそう、ということです。はい、ということでね、ムーチーね、明日ですね、ちなみにね、沖縄よくムーチービーサー、ムーチービーサー知ってます？ビーサーってどういうことですか？あのムーチー、寒いってこと。あ、寒い。そうそう、大体ムーチーの日はね、寒くなる、今年は外れそうですね。明日ですか？明日、明日ちょっとだけ寒いみたいですけど。あ、そうですか。じゃあ先々週よりは全然。あ、先々週はひどかったですからね。ますそうですね、まあ、そんな感じでいつもね、ムーチーの頃は、はい、あの冷えるっていうのがあって、それでよくね、ムーチービーサーというんですよ。うーん、今年はじゃあ、まあ、ちょっとじゃあ
今日よりは寒くなるということですね。寒い日に食べるっていうわけでもない。うん、まあそう、まあでもやっぱり寒い頃に食べて元気をつけるっていうのもあるみたいですね。ゆず風呂みたいな。ああ、そう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 、はいはいはい、そんな感じです。はい、ま、え、もう食べたことあります？去年いただきました。なんかいろんな人が持ってこられるんで、そうね、はい、ちょっとまあお祝いみたいなね、みたいな感じですよね。初餅ですもんね、みたいな、はい、大きなあれですよ、子供が生まれたら、はい、ムーチーを作って、そのお家がね、まあ、この親戚とかにもう配りまくるんですよ。お祝いにも使われる。そうそうそう。うちはね、そんな数は作んなかったですけど、うちの同級生は100個ぐらい作ったんです。すごい。そんな君ちゃん、店かと。店ですよ。ムーチー屋さんかと。いや、これぐらい作らんと、この親戚に、配るところがたくさんあるから足りないって言って、何よ、すごい大変だよと。でもやってましょう。でも子供生まれるたびに、うん、そもそも100個ぐらいのうちを蒸して、いろんなとこあっちとこっちこっち。ね、まあでもそんな、例えばムーチといえばね、うん、はい、そういうのもあります。うん、はい、ということでね、今日は、ね、明日1月24日が旧暦の12月8日と。ということで、ムーチーのお話でした。ではですね、ここで曲また紹介したいと思います。次はですね、いい曲ですね、奥田民生で雪が降る街です。不安だったってことは、じゃあ自分はそこまでとんでも私はしてないっていうのですね。うん、妹さんがお兄さんに突き飛ばすんですよ。ね、怖い話。怖い話。でもほら、本当は怖いグリムドアとか、うん、ありますよね。あれとかもめっちゃ怖いさ。子供が読むメルヘン童話ではなかった。知りたくなかった。あんな感じ？ね、結構そう、昔の話ってさ、えぐいよね。えぐいですよ、実は。でももちろんあれをね、そのままこの今の子供とか伝えたら、確かにまあまずいなと思うから。みんなマイルド化してて、そう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 、トトロの話も実は怖いんですよ。そうなの？聞いたことないです。じゃあそうなんだ。でトトロが人を食べるとかそんな感じ。なんか最終的にあれ、メイちゃんとサツキちゃんは亡くなってるんですよ。へ、そうそうなんだ。らしい。あ、猫バスに乗る。そう、猫バスに乗ってお母さんを上から乗るシーンがあるじゃないですか。うんうん、なんか笑った気がするみたいな。お母さんが。そうなの。そっちなの。そっちのさ。トトロも連れて行かれたんです。そうね、別にその後どうなったと。ねえ、ちょっとじゃあ、キキモリさんに習ってムーチー伝説のちょっとググってとんでも話を探して。ほんとすごい晴れたね。晴れてきました。めっちゃいい天気になってきた。明日17度。え？明日17度。寒いですね。ちょっと寒いです。今まで25度だから、多分今日27、8度くらい行くんじゃない。そんなにいかん。ここまでいかん。
明日に18度、今よりは8度も下がる。寒いですね。8度は下がったら寒いですね。前々週でも14度とかですね。もっと寒かった。あられられた。あっくんさん、初見です。そう。コアです。あっくんさん、今年初見。今年初見ですか。ねえ、大移動。北海道から西宮古ですか。ねえ、大移動ですね。全然気温違うでしょうね。ねえ、体がおかしくなりそうな。そう、この時期は。メンソーレ。あっこさん、湿気に気をつけてください。そうだね。湿気すごいっすね。やっぱ石が。冬の向こうから考えられんね。過ごしやすいんだ、やっぱり。いいですね。まずは除湿器を買うこと。除湿器、絶対必要です。冬でも除湿器。冬はもう、夏場もやばいです。夏はやばい。全然時間がない。あ、本当だ。やばい。どこでしたか。やばい。コンパクトに最後はまとめる。一度は行ってみたい神社仏閣。はい、続いてね、行ってみたい神社ですが、仏閣ですが、先週清水寺京都の、ね、はい、お話をしましたが、もう少し、ちょっと深掘りをさせていただいて、ね、はい、清水寺パート2ということです、ね。あの、まあ、そもそもこの清水という、ね、うん、このお寺の名前はい、やっぱりね、あの、やっぱ水が、湧き水が、ね、あ、こうある、湧き水が綺麗、そう。で、あそこね、音羽の滝って言って、はい、この境内に滝が流れてるんですよ。境内？そうそうそう。この、 あの清水の舞台から見たら右下の方っていうんですかね。あー、出てますね。そうそうそう、あそこ上からこう、そうそう。で、あの、はい、こう、なんていうの、このお参りの人が手に取ったり、はい、飲んだりもできるっていうね、はい、水。やっぱそこがもう本当に、まあ当たり前ですけども、湧き水ですからもうずっと出てて、うん、で、まあ、そこがこの、でこのお水がこうこのお清めの水ということで、はい、まあ、清水という言ってる。でやっぱりもともとあそこ、例えばあのお坊さんが、はい、この滝に打たれる、ね、滝行というのがありますけど、はい、この、音羽の滝で滝行をしたりとか、はい、体を清めて、そうですね、はい、であとあのお茶があるじゃないですか、はい、あれお茶って実はお坊さんの飲み物だったとします。あ、そうなんですか。そうそう、あの、ね、あのいわゆるこのお抹茶、はいはい、あれはお抹茶、はい、ほら
このなんだっけ眠気覚ましになるじゃないですか。だからお坊さんが修行中に、はい、このやっぱりうとうとしちゃうのをあの目を覚ますためにカフェインたっぷりの抹茶を飲みましょう。で、そう。でそれがあのだんだんその眠気覚ましっていうところからその美を追求していって、うん、今の茶道になってるんですけど、そう、もともとはあの臨済宗を開いたこの栄斎という陽斎というお坊さんがいるんですが、はい、その方が中国から、はい、あのこの日本に持ち込ん で、はい、で最初はその自分 の、 そのお弟子さんたちに、うん、眠くなったらこれ飲め、これ飲めそう、なのでこの音羽の滝の水でねこうお茶を沸かしたりとかして、そしてなんと見つけました、はい、この音羽の滝の水を、はい、500円でご祈祷して売っているそうです、はい、あ、そうなんですか。売ってるじゃないですね、授与してるそうです。へえーと思って、私もなんか何年か前に一回行きましたけどね、もうね人がいっぱいで、いや人いっぱいです、いつでも、いつでもいっぱい、まあ多分ね日本一有名なお寺さんですからね、はい、しょうがないんですけど、そう売ってたらしいんですけど気がつかなかった気がつかなかったです。なんでそんなレアなものを絶対見つけたら買ってきたら買ってじゃない、もういただいてきたら。なので次ね、もし京都行って時間あれば清水で入って、ちょっとこの瓶を どんなあの瓶に入ってるらしいんですけどね、どんなこう、ね、霊言あらたかなのか、あ、ちょっとね、リサーチしたいと思いますがね。ちなみにですね、はい、あのこの清水寺っていうあのこのお寺さんはやっぱりね、あの古いし、もう京都でもすごい有名ですし、それであの全国にこの何ていうのこの同じお名前のお寺さんがたくさんあるそうなんですね。まあ、ちらっと調べたんですけど、新潟、島根、福岡、長崎、はい、もう結構ね、いろんなところに、そんなにあるんですか。うんうん、で別にこの京都の清水寺さんと別にこう直接のご関係はないけれど、まあ、京都の清水寺の、似てて、やっぱり例えばの湧き水があるとか、なんかね、そういった川が流れてるとか、やっぱりその水があるお寺さんと。で大体この清水寺もね、その、ね、まあ、先週も言いましたけどね、この水が流れてるここでお坊さんが修行してた運命とかね、はい、で観音さんというところさんを祀ってるとかね、うん、やっぱりそこはみんな類似してて、うん、どこ その新潟でも福岡や長崎でもやっぱり皆さん本尊さんは観音様、うん、でそのお寺の敷地内境内にこの湧き水とか川が流れてるとか、うん、でそのやっぱり そこで何かこのお坊さんがなんか特別な体験をしたり、うん、何かこうなんかキラッと光る何かがあったとか、うん、やっぱり皆さん似てるそうなんですね。でね、面白いなと思ったのが瀬織津姫っていう、はい、この日本神話の神様が、はあ、京都の清水寺もそうだし、はい、その全国の清水寺にもその神様が祀られていると。やっぱりね、神仏集合って昔はね、寺と神社一緒ですからね、うん、でその時にそのお寺とその神社の神様がこの2人で一つっていう考えで、はい、その観音様とこの瀬織津姫っていうお姫様が、うん、こう合体してたり、でこの瀬織津姫っていうのは別名、はい、桜姫っていうお名前を持ってるそうですね、はい、桜です、桜ですよね、はい、なのでこの清水、そう確かにそうですよ、京都の清水寺もそうですけど、はい、桜が綺麗、桜綺麗ですよね、うん、なのでその全国のこの清水寺さんもやっぱりね、桜の名所になっている、へやっぱり、ね、その桜のお姫様をお祭りしてるから、ね、まあ、やっぱ桜を植えていて、やっぱり、ね、それがやっぱりこうね、春になれば綺麗にさということで、うんうんうん、そのとかいろんな意味でね、この桜清水寺はもう桜が名所になっているとかね、へ別にこう京都だけじゃなく、っていうこと、そうそう、ね、面白いですね。なかなかね、私も今回この清水寺ね、なんとなくしか知らなかったのでね、はい、こういろいろこう深掘りしてて面白かったです、ね、面白いですね。ぜひ皆さんね、自分の地域のもし清水寺があったらね、うちの地域にもありようとか教えてください。ぜひいろいろ調べていきたいと思います。ということでね、今日は清水寺のお話をさせていただきました。はい、そういえばね、さっき一つ言い忘れたんですけど、はい、ね、ムーチドラの月桃の葉っぱに、ね、はいはい、包むじゃないですか、包みますね、はい、神宮寺でもね、このムーチの葉っぱ、ムーチカーサというんですけど、はい、カーサをご祈祷して皆さんに授与してますので、はい、もしよかったら、いいですね、はい、
あのムーチューの葉っぱね、あのスーパーとかで売ってますけどね、はい、よかったらお寺でもあの授与しておりますんで、10枚で100円ですかね、うん、はい、で授与しておりますので、よかったら、皆さんご利用されてください、はいはい、あ、菊村さんから来てますね、はい、華道の池の坊というのも仏教とゆかりが深いと聞いたことがあります。あ、そうですね、あの京都 の六角寺、六角寺かなっていうお寺さんがあって、はい、そう、そこの池のところでこのお坊さんなのかなが始めた、このお花の、はい、これがあの池の坊になってるということでね、今でも六角寺さんが池の坊さんの本拠地ですね。まあ大体あの、はい、あの大体お寺です、いろんなもの大体仏教から、はい、そうです、お茶もねお寺から来てるとかありますしね、もちろんやっぱり書もねお坊さんたちが昔はね、ね、書いてますし、はい、本当にあの日本の文化はいろんな意味で仏教と、うん、あのご縁がありますので、はい、ぜひ皆さん仏教をよろしくお願いいたします、はい、ということで、あっという間にお時間になってきましたが、はい、ね、今日3曲目流そうと思ってね、中島美嘉さんの、雪の花を BGM に、もう、お流しをさせていただいております、はい、ということで、ね、もうねあっという間でした、はい、もうあのそうそう、もう一つ、はい、あのね、このスタジオにも貼ってありますけど、ジャナっていう、ジャナっていう ね市民劇、はい、市民劇、これ最近知ったんですけど、あの知り合いの子供が出てるんですよ。あ、そうですか、はい、いろんな方ね参加されてるみたい で、ね、でぜひ皆さん、もう第14回ですね、そうですいますんで、2月の25日日曜日、宜野湾市民会館でね、ジャナというこの大ジャナのこのいろんなねまつわるお話があるということで、こっちもまだ内容わかんないんですけどね、ぜひあの知り合いの子が出てるということで急に一押しです。はい、ぜひ見てみてください。はい、ということで、坊主カフェいかがでございましたでしょうか、こんな感じで毎週お話をしておりますので、ぜひぜひまた来週もお聞きください。では、今日はこのあたりにしたいと思います。皆さんさようなら。